ティアレ・タヒチは、アカネク地な種族の熱帯植物の一種である。学名は、ガーデニア・テイテンシス。英語圏では、タヒチアン・ガーデニア、または、タヒチ語で花を意味するティアレとも呼ばれる。原産地は、南太平洋のソシエテ諸島で、タヒチや太陽国などで栽培されている。上緑の低木で、樹高は50センチメートルから2メートルほど。5から9枚ほどの花びらを持つ。 直径5センチメートルほどの白い花をつける。8枚の花びらを持つものは希少であり、4つ用のクローバーのように幸運を運ぶ花の言い伝えがある。葉は長さ2 0センチメートルほどの基部が細い楔さ型で平らで光沢がある。朱脈と側脈の分岐点には何質様の部分がある。葉の先端は、タイさんはやや尖っているが、タヒチさんは丸みを帯びる。 葉の大きさは、体ンが、やや大きい。エアタヒチヌイの垂直尾翼に描かれたティアレタヒチの花、ポール・ゴーギャンの、タヒチの女物をいる花言葉は、私はあまりに幸せである、幸せすぎて怖い。古代ポリネシアでは、神聖なものとされ、王族の実に摘むことが許された。蕾から枯れるまでの10段階の過程にそれぞれ、名前が付けられ、はじめの4段階の、ターロは。 家ああ、種、ひなは、人間には所有できないと考えられたのである。身分の高い者が結婚する際には、家中が、ティアレタヒチで埋め尽くしたと伝えられる。後に広く知られるようになり、新婚夫婦の家や寝室には30日間、ティアレタヒチが飾られる。四季を通じて、多彩な花が咲き誇り、日常生活に花が欠かせないタヒチにおいて、ティアレタヒチは特別な存在であり。 老若男女を問わずこの花を身につける。男性はつぼみ、女性は開いた花を耳の後ろに飾るが、右耳は未婚、左耳に飾ると既婚、あるいは幸せな恋愛をしているという意味になる。旅人や帰郷した家族を歓迎する際に贈られる霊や白の材料としても使われる。他皮地では鑑賞用としてだけではなく物用いるの原料としても、 栽培される。物いは、タヒチの古い言葉で香る油を意味する。ココナッツオイルに、ティアレタヒチの新鮮な花を、つぼみのままつけた香油で、皮膚の軟化や保温、保湿作用がある。海から上がった時や、強い日差しから、肌や髪を守る時などに、乳幼児から使うことができる。市販されているが手作りする人も多い。大きめのボールに削ったココナッツを入れ、 ティアレタヒチの花を混ぜ炎天下に置くと徐々に油が染み出す。自治種で混ぜ合わせるが、この際にカニ味噌やヤドカリの味噌を加えると油の分離を促進する。油が染め染み出るのを数週間待ち、こして瓶詰めすると完成である。タヒチは、フランス人画家のポール・ゴーギャンが制作を行った場所としても知られ、耳や胸元にティアレタヒチを飾った女性を描いている。タヒチ語で、 かぐわしき、香りを意味する、ノアノアというタイトルの滞在期を綴った画文集を表し、ティアレの花の香りを嗅いだ者は必ずこの島に戻ってくるとの言葉を残した。フランス領ポリネシア及びクック諸島の国家に指定され、タヒチ島のファーア国際空港を中心に国際線を運航するエアタヒチヌイの航空機の垂直尾翼にもこの花が描かれている。 日本で流通しているティアレタヒチの多くはタイ産であるが、日本の香料メーカーの長谷川香料はタヒチさんの花を入手して、両者の比較を行った。タヒチさんはパウダリーで濃厚な甘さを感じるフローラルフルーティ調の香りであるのに、対しタイさんはフローラルフルーティ調であるものの、タヒチさんに比べフレッシュなシトラスのような、爽やかさと花の蜜のような甘さを感じる香りであった。 ダイナミックヘッドスペース法を用いた、揮発性成分の補修、分析において、タヒチ酸では140種類、主な後期成分としては、ソク抗酸ベンジル、サリチル酸メチル、ソク抗酸、リナロール、ソク抗酸フェネチル、バニリン、サリチル酸ベンジルなどが検出された。これに対し、タイ酸は160種類が同定され、リナロール、サリチル酸メチル、 暗息抗酸フェネチル、暗息抗酸シスマイナス酸ヘキセニル、暗息抗酸ベンジルなどが見られた。アエダポーによる分析では、タヒチ酸、タイ酸とモリナロールが最も後期貢献度が高く、他に両者に共通して、FD 値の高い成分には、バニリン、フェネチルアルコール、フェニルアセトアルデヒド、サリチル酸メチルが挙げられる。タヒチ酸では、ガンマ、デカラクトンとデルタ、 オクタラクトンがクリーミーで濃厚な甘さに寄与すると考えられる。これに対し、タイでは、酢酸シスマイナス3ヘキセニルや酢酸、ヘキセニルがフルーティな、みずみずしい香り、さらにフェニル酢酸メチルが花の蜜を思わせる甘い香りを構成すると考えられる。かぐわしい香りを持つ花であるが、日本においては、フレグランスやトイレタリー製品への応用は多くない。 ありがとうございます。